久保さん、失敗の無駄にしましょうか。失敗ね。失敗、無駄。失敗はまあ、どちらかというとない方がいいですよね。無駄ですよね。客観的に見ると失敗しない方がいいですよね。だから失敗は無駄だと思いますよね。客観的には。でも、大きいところで見ると、その、この、この短編で見ると失敗は無駄かもしれない。だけど、そこから続く人生の 長いストーリーで見ると、この失敗は実は生きたりするんですよね。でも多くの人は多分短編的に見てるんでしょうね。うん。久保さんも僕も多分そうだと思いますけども、うん、ね久保さんだったら麻雀店で失敗した。麻雀店で成功してたら今の人生、自由な人生はないと思いますけどね。でもそれは長い目で結果論ですよ。でもそれは結果論を見る上で長い目で,で見たときに、 なこ,こ,ここには結果があるとうんでもここは失敗してですよマージャン店あ,あ従業員働かねえとかね <laughs> 働かねえとか売り上げ作んねえみたいなね <laughs> 赤字だみたいなね <laughs> でもこの失敗があったから今があるわけですよねでもここは失敗なんですよここで見たら失敗ですよね請求書借金の請求書が今日も来た失敗俺は何でマージャン店やったんだっていうここだけで見たら失敗でしょうね うん、だから人生をどういうベクトルで見てるかっていうところが結構大事かなと思いますね。だねやることは小さいんですけどもそのなんですかね。あのうーんまあ、今も大事だし未来も大事だし過去もあるしみたいなうーんどういう大きい視野で見るのかっていう悩み,悩みとかもそうなんですけど大,大抵の悩みっていうのはここで見てるから悩むんですよね。ななんか大ききく見るとなんか僕が好きな あの考え方があの悩みっていうのは地球から地球で見てるっていうね地球の今ここに住んでいるここで見ているから悩んでいてでもそれを宇宙から見るとなんですかね、うんうん「地球は青かった」っていうねもう悩みとかじゃなくてもう「青い」みたいなねこんな素晴らしい惑星に住んでる住んでるなみたいなねもう悩みがもう青青く消えるみたいな。 僕はその考え方が好きなんですね。もう人間なんでね、やっぱこうなるときがあるんですよ。うわーみたいな。目の前のこれがうわーってなるときがあるんですよ。なんだけども、こっちから見ると、ここだと見えないんだけども、上からこう全体的に見ると、それっていうのはちっちゃかったりとか、問題解決できたりとか、違う抜け道があったりとか、違う改善方法があったりするんだけど、これだと分かんないんですよ。もう目見えないですよね。うん。だけど、 後ろから見るとかね空から見るってなったらなぜこうなってるのかっていうのが自分がなぜこうなってるのかっていうのがわかるわけですよあそれはもう目の前に壁があったらい暗いよねみたいなあじゃあそう壁があるってことはじゃあこっち行けばいいんだとかねでもここだとわかんないですよね壁があるかどうか暗ただただ暗いっていうねうんなんかこれ考え方をどこのどこのポイントに考え方を置くかによって全然それが捉え方が違うんですよねここだったらめっちゃ大きいし こっっちかから見ると小さかったり、だからあのけあの稼げるようになるためには多くの人はその経験がないので経験がないとどうなるのかっていうとこうなるんですよ。で今までより多くの失敗をしてきた失敗を積み重ねたりとか、えー、そしてそまた結果を出すでそれを繰り返してきたでそういう人たちにアドバイスをもらうと「いやそれはそうだよ」みたいなね。 だからなんですかねうまくいかない人ってその経験がない中で考えようとするんですよで悪いことではないんですよ考えることはなんだけどいくら考えてもこれなんで見えないんですよだからすでにその先駆者でしょうねそういう人たちの言葉に耳を傾けるっていうことが大事かなと思いますねだから僕も成功したいなと思っていろんな成功してる人たちの話に えー、耳を傾けるようになりましてあと名言とかもそうですよねもう何百年もずっと残ってる名言ってもう,もう昔にその言葉を残してくれてるわけじゃないですか、うん、ねあなたが見れない着眼点でその言葉を残しててくれてるわけですよねそこに気づきやヒントは新しい解像度新しい視点でこう物事を見れるっていうのがそこにいっぱいあるわけですよ。 先人の知恵ですよ、ね、まあ昔の人の知恵だったりとか考え方っていうのはやっぱ取り入れるといいと思いますね。いってらっしゃい。